ビールーリによって描かれた月の満ち欠けにおける大地から見た太陽光によって生じる光っている部分と影の部分との対応関係を示した図。右のやや大きめの円が太陽。左の大円の周囲に配された小円は地球を公転する月のそれぞれ位置を示し赤い直線が陽光などの光線を表す。先生実協定の書よりアブライハーン。 ムハンマドイブンアフマドアルビールーニーアルフワーリズミーは、10世紀のホラズム出身の学者。数学、天文、地理、歴史にわたって100編を超える著書があったとみられる。現地でするのはそのうち30編弱。代表的な著書としては、歴史書、過去の足跡、地理書、インド史、精密科学書、先生実用約、百科全書、マスルド法典があり。 20世紀前半のアラビア科学研究における権威ジョージ・サートンは、11世紀前半をビールーニーの時代と呼んだ。アルガダンファルによると、ビールーニーは、ヒジュラ歴362年純礼月の3日に、ホラズムの主婦、カースのビールンで生まれたという。ここで言う、ホラズムは4世紀からホラーサーン地方に存在した王朝、アフリーグ朝を指し、 ビールンとはペルシア語で、郊外を意味する普通名詞である。なお、カースは、20世紀ソ連の考古学的調査により、現在のウズベキスタン領内から上司が発掘され、近くにある町の名前が、本校のビールーニーに敬意を示して、ベールーニーに解消された。アブーナスルマンスールの下で数学を学び、イラン、中央アジアの各地を有歴した、イブンシーナーとも交流を持った。 サーマン朝の君主マンスール二世や、ホラズムシャーのマームーンなどに使えたが、ガズナーサがマワワラアンナフリを征服するとこれに使えるようになった。千年頃、後に、ゾロアスター教の重要な資料となる、古代庶民族年代記を執筆した。1017年から1030年にかけて、ガズナーサのスルターン・マフムードに使えた。マフムードの十数回に及ぶインド遠征に、 たびたび随行し、インドの民族、歴史、法律及び言語をまとめた、インド史を1030年に完成させた。同年、天文学書、マスウールド法典をまとめ上げた。この本の中で、アーリー・アバタの地球の自転説を紹介したが、採用はしていない。また、地球の半径を約6 3 3 9 6トルと計算している。 現在の観測による数値は6 3 7 8トルであり、極めて正確であったと言える。ちなみに、シャーナーアメの著者、フェルドースイートも同時大臣である。他に、薬学税集、サイダナの書、鉱物辞典、宝石の書を執筆した。著者の数は120を超える。著書は主にアラビア語で執筆されている。 ヨーガスートラのアラビア語訳など、インド関連の著作物が20編ほどあり、プトレマイオスのアルマゲストをサンスクリットに翻訳することを試みたが、この翻訳が成功したことを示す証拠は、今のところ見つかっていない。ユネスコから世界の記憶登録を受けた。ありがとうございます。